マイケル・ジョゼフ・サンデルは、アメリカ合衆国の哲学者、政治哲学者、倫理学者。ハーバード大学教授。ミネソタ州ミネアポリス出身。コミュニタリアニズムの代表的論者であり、その論述の特徴は、共通善を強調する点にある。また、共和主義者を名乗ることも増えている。1975年、アメリカ合衆国マサチューセッツ州。 ウォルサム市にあるブランダイス大学卒業後、ローズ小学生として英国オックスフォード大学ベリオールカレッジにおいて学ぶ。1981年、オックスフォード大学から PhD の学位を授与される。オックスフォード大学での指導教授は、チャールズ・テイラー、ロナルド・ドーキン、アライ・モンテ・フヨーレ。1980年、 ハーバード大学政治哲学の教鞭を取った。日本生まれのアメリカの社会学者、キク・アバットと結婚し、二男を設ける。マイケル・サンデルは、思想的に、コミュニタリアンの立場を取っており、テイラー、アラスレア・マッキンタイヤウォルツアーラとともに、ジョン・ロールズ批判したことでも有名である。民主党のアメリカ大統領ビル、クリントンの要請により、意見具信をした。 2002年から2005年まで、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が設置した、生命倫理委員会の委員を務めた。2018年、アストリアス交代史上社会科学部門受賞。メジャーリーグベースボールのボストン・レッドソックスのファンとしても知られ、野球好きの顔を持っている。またかねてより、日本野球にも、興味を示していた。それを受けて、 日本のプロ野球球団の読売ジャイアンツが2011年3月25日の公式戦開幕試合の始球式ゲストとしてサンデルを招聘することを予定していた。しかし東日本大震災の発生によってこの開幕戦は中止となり開幕自体が4月12日に延期された上東京ドームでの試合も4月中には行われなかった。ジャーナリストや 政治家志望だった若かりし頃に少年野球のコーチを務めており自チーム選手のエラーをカバーしてアウトを取った場合にスニッカーズをチーム全員に振る舞ってインセンティブを上げていたことが新聞記事に紹介された。ありがとうございます。